本日、バランス調整の内容が発表されました。火、水、土の合計12キャラの調整が行われます。1時から7時のメンテで実装されるのでしょう。詳しくはメンテ後に試してみますが、カタログスペックで特に気になったキャラを4人紹介します。他のキャラについても知りたい人は、グラブルの公式ツイッターに載っているので、ぜひ見てみてください。1人目は、フラウです。ついに1アビと2アビの順番が入れ替わります。今までフルオートでは、弱体効果を延長してから弱体効果を付与するという意味のわからない順番でした。しかも、今回の調整で1アビ2アビともに再使用間隔が6ターンで揃ったので、これでようやく弱体効果を付与してから延長できるようになりました。しかし、フラウは正位置前提の性能をしているので、裏から出す必要があります。その方法ですが、今回のバランス調整で良さそうな相棒が登場しました。それは、コロッサスです。コロッサスの元の性能を知らない人が多いと思いますが、今回の調整では、奥義ゲージ 200% の極大奥義&ディスペル2回を3ターン連続ぶちかまし、4ターン目の終了時には勝手に戦闘不能になってフラウと交代できる。というところだけ分かってくれればいいと思います。詳しくは明日の動画で実際に使いながら説明するので、それを見てください。仕様がちょっと怪しいところあり、ターン数が前後してしまう可能性はありますが、大ダメージを与えつつサブと交代できるので、使い勝手は非常に良さそうです。さて、3人目はハーゼリーラです。なんか色々書いていますが、正直ハーゼリーラの月の性能よく知らないんですよね。今回注目したのは逆位置です。経過ターンによって攻撃力アップと防御力アップしますが、これの効果量が引き上げられます。ハーゼリーラはこの逆位置での使用が最も多いのですが、効果量が正直しょぼかったんですよね。攻撃力は 1% アップかけるターン数、防御力は 2% アップかけるターン数で、20ターン目に最大となり、それぞれ 20% アップと 40% アップです。最大値だけ見れば十分高いのですが、20ターンも戦うバトルなんて、現状高難易度ソロぐらいしかないので、普通に使う場合はあまり恩恵を受けられていませんでした。どれぐらい効果量が上がるのかわかりませんが、楽しみですね。最後4人目はヘリアです。皆さんヘリアの性能知っていますか？私は知りませんでした。なんか色々書いていますが、今回注目したのは、奥義使用時に7回の土属性ダメージが自動発動する、ただ一点です。明らかに奥義軸肉集めで使ってくれという性能をしています。両面交流霊ポチサンチェーンは今まで装備要求が結構高かったですが、ヘリア調整後は楽になるんじゃないかなと思います。ちなみに、バランス調整前は、経線レベルが5以上の時このアビダメが発動していましたが、バランス調整によって、経線レベル関係なく自動発動するようになりました。ということで、今回は、バランス調整される12キャラのうち、特に気になった、フラウ、コロッサス、ハーゼリーラ、ヘリアを簡単に見てきました。アビリティが一新されて完全に別のキャラになっているのもおり、そういうキャラは実際に使ってみないとわからないので今回は省略しました。明日全キャラ使ってみて、他にも良さそうなキャラがいれば動画投稿しようと思います。チャンネル登録と高評価よろしく、それでは。